いいね。軽いっすね。さすが、やっぱレーサーはさ、バイクレーサーはバイクだな。バッチリ。はい。はい、どうしました。腕上がりそうなんですけど。もう、8体でワンピン出して腕上がらないけど、ポケは1周で腕上がりそう。まあ、3周ですから、頑張りましょう、頑張りましょう。はい、行きます。小山選手1コーナーの足乗ってなかった。3台待って、暗号で大丈夫。あ、いいバトルしてます。ちなみにあの3人、あのそれぞれポケバイでチャンピオン取ってる人たちだからね。かなりカズキがあの危ないんだけど。おっと、おっと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 、危ない危ない。ここでも伊藤選手ビリ爆走。さあ最終ラップ、高橋選手が追いつくか。あのシートから落ちそうです。高橋が詰めてきた、詰めてきた、詰めてきた。最終コーナー、いけ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 。なんからしいレースになりましたね。かっこよかったね。いやでもゆうきくんうまいっすね。ゆうきうまいね。体重だけですね。うん、これあの小山智義カート勝ったのも体重説っていうのがですね。俺とそうですもん。10キロ以上ありますから。いや俺の方が多分タイム出てるんじゃないかなみたいな。おはようございます。腕もパンパン。距離が暴れてますね。いやどうですか、久々のポケバイレース。走れないね。走れない。最終ラップ1コーナーで転びそうだったもん。いやでも友吉と勇気の場合はちょっと俺の中では子供の頃のあの早かった2人の姿が彷彿させられた。かっこよかった。なんか、ね、右コーナーは分かったの、うん、トラクションこうやってかけるんだって分かったけど、うん、左コーナーノートラクション。そしてノーレース。またノーレース。またノーレースで。全然乗れなかった。スタート5秒間あんな漕いで足乗っけられる ね早かった。スタート1コーナーあの左足乗ってなかったですけど。自分で。まあでもこうやってね大人の人も74ダイヤル使って遊べると楽しい。スリルも感じられますね。だいぶスリルが。多分これ岩田がいたら後ろから突っ込んできたんじゃないかな。なるほど。明日 NFJ に電話しましょう。それでは、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。